<clears> hmm. <throat> 総燃,燃料に今夜も爆走。私、小ネタ超特急の運転士 AB です。今回もリモート配信ということで、小ネタ超特急をお届けしております。本日、ゲストをお迎えしております、ゲームプランナーの池村雅也さんです。こんばんは。こんんばはよろししくお願いますよろしくお願いします。 もう池村さんご出演いただくの三度目四度目かなですかねね<で>、はい、もうもうじゃあほぼ準レギュラーですねいや恐 <laughs> れ入りますいやいや恐れ入りますこちらこそありがとうございます <laughs> ありがとうございますはい本日もですね池村さんを迎えして一時間お届けしたいと思いますえー、小ネタ長と久リモート配信ということで回線の状況によっては画像や音声の乱れがあるかもしれませんが、えー、お聞きの皆様におかれましてはあらかじ ご容赦くださいますようお願いいたします 今回の小ネタ超特急の内容、アンケートコーナー、俺の話はまあ3月ということでですね、ちょうど卒業シーズン、ねうんえー、今週入って卒業式迎えてらっしゃる方もたくさんいらっしゃるかと思います。えー、アンケートテーマは、あなたが卒業したいことということで、皆様からたくさんご回答いただいてますので、えー、ご紹介をしたいと思います。アンケートコーナーの後にはですね、ぜひ池村さんに、えー、今回の、えーまあ、去年も、ね、ゲストに来ていただいた時に、 お話ししていただいたんですけどこのコロナとゲーム業界の話とか、はい、あとはですね、えーまあ、池村さんもあの教える立場でが学生さんと関わってたりするので教える立場から見るあの卒業っていう一つのイベントというかねこの、まあ、運命ですよね先生は卒業していく生徒を見送るっていうのは。というです、ねうん、のを思うところもありますね。 なのでそこをねあの教える先生の立場からどういうふうにご覧になってらっしゃるのか感じてらっしゃるのかもお話しいただければと思います。これた超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけますよ。リアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけます。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャストで配信しております。<laughs> FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどにも掲載しております。 いつでもそして世界中のどこからでも「小ネタ超特急」お楽しみいただけますのでぜひぜひチェックしてみてください お友達のみんな小ネタ超特急 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中パソコンからスマホからいつでもどこでも「FM 那覇」でチャンネル登録してねあなたの夢をかなえるラジオ「FM 那覇」

エイミーの小ネタ超特急リモート配信でお届けしております ここからはアンケートコーナー、俺の話。今回のアンケートテーマは、先ほどお伝えしましたように、あなたが卒業したいことということで、皆様からご回答いただきましたので、ぜひぜひこちらの方ですね、お聞きいただければと思います。どんどん池村さんもツッコミとかコメントを入れてくださいね。はい <laughs> はい、よろしくお願いします。頑張ります。<laughs> まずはですね、ラジオネーム太郎ちゃんです。ありがとうございます。ます卒業シーズンですね。今年こそ お風呂に入ってからのスマホタイムを卒業したい。あ、これめっちゃわかる。わ <laughs> かる。<laughs> ついつい触ってしまう。目に悪いし、睡眠の質が悪くなってしまいます。うんうん、頭では分かってても触ってしまう。YouTube を見てしまう。わ <laughs> <laughs> か<る>のなのでせめてものとえ抵抗として寝る前のスマホは起きて座って見て、うん、あ、起きあ座ってみるんだね。わざわざね。 えー、疲れたらすぐに横になって絶対に起きないように我慢するとかそんなことで努力をしていますが <laughs> やっぱスマホさまってしまう、えー、卒業しないとなということでこれは私ももそそううななんでですすよ僕ね、うん、なんとなく何時までに寝るっていう、うん、なんか自分の中でさスマホは何時まで触ってていいっていうリミットは作ってるんですけどうん、うん、なんか。 気になるねあの記事とかコラム見つけたりとかあと動画とかね <laughs> 見ちゃうともう30分とか1時間あっという間になっちゃいますよね気をつけないと夜中とかなってるんでそうもう私ね本当にね気がついたら朝刊届いてる時とか普通にあるんで <laughs> もう朝やっべって思うんですけど何 <laughs> て言えばいいのかな逆に言うとそこまで集中して スマホとかでニュースサイトを見たりとか、うん、あと例えばなんかゲームの新作情報とかアニメの新作情報とかっていうのを集中してあのインプットする時間がそこにななっっちゃってるのでで習慣なんですよねそうそう逆にこれを例えば朝起きてご飯食べて新聞読むときにインプットの時間を持ってしまうのもいいかと思うんですけれども大体アニメ業界とゲーム業界の速報値って夜入るじゃないですか。<laughs> でですかね、業界的なねあれなんでしょう夜行性なんでこの夜行性のね業界のなんかねこう何て言えばいいのかないきなり特報とかなんかね、あのー、すごい新作の情報をドロップするのってね夜の9時とか10時とかだったりするのでなんかそれをいち早く知りたいぜとしてはやっぱり夜チェックしてしまうんですよ。<か> <laughs> 別にこれを ね、7時間寝た後の次の日の朝にしたからって何ら価値は下がらないのに <laughs> なんで私ここまで意地になって <laughs> 夜見てんだよっていつも思うんですよね。なっちゃいますからね。ねなんかでもねやあの私ね座ってねスマホね長く見れないんですよ、うん、実は。あのうん、なんて言えばいいのかなストレートネック あ、僕もなったんですよね。あれがね。私ねなりかけてすごい痛みが来たので。<あ>これはやべえなと思って。だから座ってる時のスマホって本当にメールが来てるのの中身をチェックしたりとかはあるんですけど、集中して何か情報をインプットしたい時は逆にもう座って見れなくなっちゃったんです。うん、ストレートネックは本当やばいですよ。起き上がれなくなりましたもん。もん。私の周りでもそのコロナが始まって、やっぱりスマホ見る時間が。 圧倒的に増えたっていう友達なんかが、うん、もうストレートネックで何だっけ形成外科とかに通ってもう本当に首が痛いっていうか首っていうかもう上半身がこの辺がもう,もうもう満遍なく痛いのでもうあの生活がままならないからいあの痛み止めの,あの注射とかをうちに行ってもらったりとかって聞いてうん、うん、これは私もこれ以上、あのー、悪化させてはなるまいと した結果集中的にスマホを見るのが寝る前になってしまうというの全然あのけあの一周回って何も解決してないんですけど <laughs> <laughs> とりあえずストレートネックだけは回避できました、ね、今はもうおかげさまで大丈夫になった、うん、池村さんどうですかストレートネックなった後って今はやっぱり痛みあります ずっとあって今はごまかしごまかしなんですけどあまあお仕事柄どうしてもこうね <laughs> あのパソコンとかねそういうなんか画面とかを集中して見ざるを得ない仕事ですもんね、はい、もう一人暮らしの時になったらビットから起き上がれなくなっちゃって <laughs> その<い>会社に休みますっていうところまで行けなくてああもうもうもうあれですねあの起きたらもう何も動けないなんか 100%金縛りみたいな感じ。あもう悲しばりでして。ね、<laughs> いやこれやばいなと思って、整形外科に行ったらあの普段ゲームとかパソコンとか控えた方がいいですよって言われて、いやそれが仕事も全部なんだよなと思って。もうもうそれでそれでね食いぶち稼いでるから無理ですよね。<laughs> それやめちゃうわけには。って話をして、<ー>なんかこんな首をこう引っ掛けてこうなんか引っ張り上げるやつ。うん、牽引するみたいな。軽いするのをずっとやってました。うんうん ねえなんかねそういうねなんかねあの物理的な力を借りないともうどうしようもないところまで <laughs> でも難しいですよねこれね仕事としてやってるから <laughs> そうなんです、ね、じゃあどうすればいいのってところで私あのストレートネックじゃなくて座骨神経痛がすっごいひどかった時は <laughs> あのもう急遽パソコンデスクを段 <laughs> ボールを の箱をあの強化して上にかまして <laughs> その上に段ボールあの段ボールの上にモニターとかあとキーボードとか全部置いて<ー>スタンディングデスクにしました<あ>結局ねあの騙しあの騙しながら座り姿勢っていうのはもう無理なレベルだったんで <laughs> なんかそういう風うになんかね,ねあの作業の姿勢とかをもう根本から変えないとやっぱ無理なん無理なんだなっていう。 ですね <Yeah. S 1> 見,せら見えないんですけど裏側の僕モニター全部モニターアームでこう結構高さを作ってあって。Oh. うーん あのねもしねこの生放送中にも姿勢がきついようでしたらあのマイクで声が拾えればいいので随時姿勢を変えていただいてもそうそうそう, <laughs> う全く構いませんので <laughs> もうリクライニングしながらの生放送でもね全然問題はないので <laughs> 皆さんはリラックスして聞いていただいてあの <laughs> ね本当にねあの皆さんはねそこらへん無理がないようにスマホでに聞いてくださってる方も結構いらっしゃるんですけれどももう本当ストレートネックとかそういうねあの,のには気をつけてマジで首や やられるね、あと HP も FP も減りますよね。<laughs> はい、もうバッドステータス強すぎるんでちょっと。<laughs> ね、本当にね、<laughs> え、こんなこんなに多重でかかってるのっていうぐらいね。<laughs> <laughs> 本当ちょっとずつ、ね、あの割合ダメージがじわじわと,じわじわとくるので <laughs> この辺にあの赤い数値がポン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 出てポン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 頭の上に、ね、削られている数値が出てきちゃうぐらい本当に持たないので1日、うん 1> <laughs> うん、皆さんも無理をせずに、うんでね、寝る前のスマホって、ね、やっぱりねうん、うん、私もこれ変えなきゃいけないなっていうのは思っているのでやっぱでもね習慣ついちゃうとなかなかですよね。なのでもう 何だったっけ、えー、とスティーブ・ジョブスでしたビル・ゲイツでしたあの寝室の中にスマホを持ち込まない。あゲイツでしたっけ、ね、なんかもう充電とかも全部リビングとかに置く習慣をつけてるっていう、ね、あのそういう話も聞いたことあるのでやっぱね、うん、それぐらいしないと人間だめなんだなっていう。 ね、ついつい気になってニュースチェックしちゃったりメールチェックしちゃったり LINE 気になるっていう方もいると思うんですけど、うん、物理的に手に届かない場所に置いてしまうとか何、うん、だったっけどっかのメーカーさんが出したと思うんですけれども、うん、時計と連動してて朝の7時とか8時にならないとスマホを格納してる箱が開かないあったたたああっっっていうのもあるんです。うんうん <laughs> あれすっごいと思いましたけどね。<laughs> もう物理的かつ強制っていう。<laughs> そうそうそうもう絶対この時間が来ないと開かないみたいなのとかね、<laughs> までもねあの本当にそれで睡眠障害とかになっている方もいるので、うん、うんうん、あの節実な方はね本当にそういう形でもう力ずくでどうにか自分と睡眠、うん、あの寝る時にあのスマホを切り離していただければと思います。うん、え次のご投稿行きましょう。えー、次のご投稿はラジオネーム焼肉 食べ放題さんですすありがとうございま,すざいますめっちゃ焼肉食べてー。<laughs> 肉は正規ですよね。1、えー、ね肉肉は人暮らしで在宅ワークしてます。うん、料理をしないのでコンビニとスーパーのお惣菜を食べ続けているのでかなり太ってきました。うん、あやべえなこれ会社勤務時代は駅まで走ったりしていたので動いてましたが、うん、今は家で仕事。 運動をしないとと思って通販でまるまるウォーカーみたいな足の運動になりそうなものを買ったんですが見事に洗濯物を干す何かになってます。<laughs> ああやりがちやりがち <laughs> あのわかるねあのなんだっけルームランナーとかもねお母さんが物干しにしちゃったりしてましたからねもろ実家それでしたねもう本当にねそういうご家庭に、ね、本当ね何万件ってあると思います。<laughs> えー、今年は自堕落な自分から卒業したい。 まずは朝のウォーキングかな<ー>まず朝起きるところからやらないとですね先は長そうですということでわ <laughs> かるな私はあのそんなに運動もしないんですけれども、うん、あのなんだっけあのカフェインを朝コーヒー大好きなんで朝かうん、うん、コーヒー飲んで、うん、それから3四4 0分後ぐらいに10分だけ軽くうん、うん エクササイズっていうか筋トレっていうかまあ軽い運動をするっていうのだけ習慣にしてます。うん、でもこれも例えばなんか仕事の都合でそういう余裕が持てない時とかは。<laughs> あの罪悪感なくすっ飛ばしてるんですけれどもやれる日はやるぐらいの緩い気持ちであんまり自分を追い込まないうん、うん、<laughs> 感じでは <laughs> でもそれでもなんだかんだで集合とかはやれてたりするので、ねね、蓄積すると集合だと,、えー、と10分の運動でもね、うん、大きいですもんね,ね50分とかになるじゃないですか、うん、だからやっぱりやらないよりはやるぐらいの気持ちで。うんち,ょちょっとがいいですよねそそうそう でなんかね私、友達と話してたんですけど1日に絶対この運動とかこの筋トレするっていうのを決めるったとするじゃないですか。うんはい、でも人間ってやらなきゃいけないタスクが、うん、あの遅い時間になればなるほど重荷になってくるっていう。わかる <laughs> 晩ご飯食べたらやろうとか風呂入ったらやろうとか寝る前にやろうだとでそのタスクを負担だなって思ってる時間が長いじゃないですか朝起きてからだと、うん、だから朝やってしまった方がストレスが少ないっていう話になって。確かに だからやらなきゃいけない運動のタスクあのすごくあのきつくって重いやつ朝からやれないわっていうのもあると思うんですけれどもそんなに体力的に負担がない運動のタスクだったら朝やってしまうっていうのだとあとカフェインをが体に吸収されてから運動すると脂肪の燃焼の仕方がちょっと変わるっていうのがあるので、えーうん、なので、あのー、カフェイン飲んで30分とかあと。うん ぐららいいがなんかベストのタイミングらしいです<ー>、うん、でせっかく朝コーヒー飲むしじゃあいいかと思って、うん、私いい朝やってますねでもねなんかねご自宅で料理しないのでコンビニとスーパーのお惣菜ばっかりっていうことなんですけどなんかでもコロナに入ってやっぱそっちの業界がねちょっとあのうん、うん、より健康的なメニューとかお弁当とか,かお惣菜を作ってくれるようになったのってちょっといいなと思ってて。うんうんうん なんか昔って本当にねあの男子大学生の部活飯みたいな弁当ばっかりだったじゃないですか。ねね、まんべんなくねどのおかずも茶色くてあの明るい色があとはライスのみみたいなのだったけど最近そのねなんだっけあの例えばブロッコリーとかであの糖質制限の人向けのメニューとかがいっぱい出てきたりとかなんかカロリーをねちゃんと計算したりとか。あのー 緑色野菜とかをいっぱい入れてくれたりとかってねあのコンビニ各社とあとねスーパーとかのねお惣菜コーナーの方々が結構ねここら辺でいろいろいいものを作ってくださってるのでまあ、本当に。 5年前のコンビニ弁当とはまたちょっと違う流れができてきているのが、ね、まあ救いかな、総じて日本国民、まあ、日本だけじゃないと思うんですけど在宅している時間が長くなった分だけ、うん、あの世界全体の人口の平均体重が増えたっていうのは絶対間違いないと思うので地球、重くなった。地球、本当、重くなったと思いますなんだっけ、でもね、もうね、アメリカとかってその統計出てるんですよね。 公そうそうだから健康数値のデータとかっていうのも含めて、うん、やっぱり、あのー、数字がもう出てきちゃってるので、うん、1>, 1年たって。うん なのでやっぱりね、そういう意味でね、あのこれね、あのー、先進国の,あの人類全体が抱える増量という問題を、ね、ううのおのおのの力でどうにか解決していければなと、うん、私も、ね、人のことは言ってらんないので、僕も全然そのこと言ってらんない 1>, <laughs> 1日10分ぐらいの,、ね、あの運動じゃ、ね、解決しない、ねあのー、ものがあるんですよ、やっぱり。<laughs> <laughs> なのでねそこら辺、ね、私たち、うん、そしてラジオを聴きのリスナーの皆様もおのの頑張ってねあのそんな無理しない範囲で努力目標を作っていって、ねうんね、2021年、ちょっとね今年頑張ってみっかなーみたいな感じで、うん、やっていけばいいと思います。運動してて損すするってことはないですからね,そう,ですねうん なのでそこ皆さんねお互いに我ら全員で頑張っていこうぜおお、うん、ということでコーヒー飲んでぜひカフェインとかねそういうものも活用していただければと思います続きましてはこちら、はい、ラジオネームララさんですありがとうございますコロナの影響で自宅で仕事が多くなって子育てと家事と自分の仕事を全部やらないといけない状況から卒業したいです、うん、旦那は仕事柄 朝から夜まで外に出てますだから朝と夜ご飯お弁当もちゃんと作るしかも冷凍食品を絶対許してくれませんおきついお<ー>時短メニューのカレーや鍋も嫌がります洗濯も掃除もやって当たり前子どもの保育園を探したいと相談しても 家にいるなら自分でちゃんと面倒を見るべきだの一点張りでこちらの状況を全然理解してくれません。家から卒業したいです切実ですす切実ということでうん,うーんこれねあの池村さんごめんなさいね私これね、うん、適当に流したくないのでちょっと時間取ってコメントさせて。 ね、<laughs> ごめんなさいね。<laughs> はい。ちょっとね、これたちのでい,いつも私が喋ってるトーンと変わっちゃうかもしれないけど、ごめんなさい。うん、えっと、まずですね、えー、ララさん、えー、本当にすごいと思います。えらい。私には絶対こんな生活無理です。一日だって無理。それをね、ララさんがずっとやってらっしゃるのって本当にすごいと思います。でね、もう小さなお子さんがね、その幼稚園を探してるぐらいの年齢の、ね、お子さんがいらっしゃるということで、でしかもね、あのー、多分 ララさんの状況だと子育てワンオペ状態だと思うんですよね。でねそういう状態で育ててるのって本当365日24時間常に気が休まらない状態だと思うんですよ。それをねずっとやってらっしゃるっていうのでもうこの瞬間私が地球で一番尊敬してる女性はララさんでございます。でですね 私あの、家庭問題の解決のプロでもないし、な、まあ,あの,何の権威でもなくで、ね、アドバイザーでもカウンセラーでもない、ただの沖縄県の那覇住まいの一人の人間として、ちょっと今から、ね、あのお話をさせていただきたいと思います。で、私ね、ララさんが書いてくださった、このコメントだけがすべての情報、もうこれしか持ってないので、それ元に言いますね。えっ、ー、と、まあ、旦那さんのお話書かれてましたけど。 旦那さんひどいですね <laughs> 本当にもう家庭ってまあこれはねあの池村さんもご結婚されてるからわかると思うんですけれども、うん、家庭って家族全員で協力して運営していくものじゃないですかこれって誰か一人が回してるっていう話じゃなくて、うん、ね家族はね族だもんだって族よ全員で頑張って進んでいくものでしょなのにあれですかねこれあのー 私の,あの推測です旦那さんは俺が頑張って稼いでやってんだからお前は言うことだけ聞いとけよっていうスタンスなのかな稼ぎ頭はパートナーに他全部押し付けてなんか家政婦みたいに扱ってもういいって思ってる方なのかなってちょっとね心配してます私でもねそれってあのいい今の世間一般で言う,言う 経済的モララルハラスメントなんですよあのお家にお金を入れてるから偉いわけでもなくねあの他の人がそれに従属するっていうのはおかしな話なんですね。でしかもねララさん仕事してるんでしょ仕事しながらこれやってるんでしょで全く話をその旦那さんが聞いてくれないってちょっと扱いひどくないごめんね言葉本当に悪いけど。 私一瞬えっっって思っちゃったんですねで私が今ここまで行ってララさんが私の旦那様をそんなひどく言わないでくださいって思ってるのであればまだ愛情が終わりなんだと思うんですよ。でもしねあのまだその旦那さんに対してあの気持ちが終わりなんだとしましたら周りの人の力を借りましょう。うん うん、これはねあの当人たちだけで全然旦那さんがねおりあの話を聞いてくれないっていうのであれば、えー、人の力を借りてください、えーとね。まずご家族にこの話してますもしねしてなかったんだったらしてほしい、うん、とりあえずしてほしいであのね旦那様に一番釘をさせる効果的な相談相手は旦那様の親御さんです。 旦那様の親ささんに話をしてみてみくださいまずはしてみて。で、旦那さんのご兄弟にも話してみて。もう、旦那様側のご家族から旦那様に釘を刺してもらうのが一番効果があるんです。でもし、旦那様のご家族も一切話を聞いてくださらないんだったら、ご自身のおご家族に話してほしい。ご自身の親御さん、兄弟で、ご自身のご家族も お話を聞いてくださらない、またはご協力をしていただけないのであれば、友達です。で、友達に話をする。もしできれば、旦那様ともつながりのある共通の友人とか、旦那様の友人にも話をしていただきたい。で、それでもやっぱりなかなかね、旦那さんがね、どんな性格かわからないから、もう、あのーまあ、推測で話するんですけれども、第三者が入っても、話を聞いてくださらないのであれば、世の中には、 家庭相談の窓口が公的、あと私的、NPO、NG を含めていっぱいあります。もうね、あのー、スマホで家庭問題っていう単語だけで検索しても山のように情報出てくるんですよ。で、あのー、これね、無料の,、ま、あの相談窓口、あと無料のカウンセラーさんとつながる窓口いっぱいありますので、ぜひ相談してみてください。とにかくですね、ララさんの周りに一人でも多くの 一緒に解決していきましょうっていうヘルプの人をたくさん見つけて人数多い方がいい一人でもいいけどできれば何人も見つけてたくさんの方の手を借りてください。であのもしね身内とか友人に相談した時に子供が大きくなるまで我慢しないよっていう人がいたとしてもその意見は聞かないでいいです。それは問題を先先送りしてるだけでララさんの心が先に 潰れれちゃゃいいますすからそれはアドバイスじゃないですただの先送りなんで子供が大きくなるまで我慢しなきゃっていう気持ちは持たないでいいし聞かないでいいです。でねあのララさん書いてくださったように旦那様との結婚から卒業したい切実ですというコメント本当にお考えだったら私ねあのもちろん問題解決をして仲のく仲良く 家庭運営していきたいっていうのが一番であればもちろんねあのさっき話した通り窓口もヘルプの手もいっぱいあるからそうしてほしいしもうそういうのも無理な段階だったら私卒業するのは選択肢として全然ありだと思ってるので。 うん、これは私個人の意見で,すであのー、さっきのねあの子供が大きくなるまで我慢した方がいいよっていう話にも絡むんですけれどもえっ、ー、とね私の周りでも例えばねあのお父さんとお母さんの仲が悪くてあの離婚した家庭で育ったっていう、あのー、友達とかも結構いっぱいいるんですけれども。 子供はね物心ついたぐらいの時にね問題があるのを気づくんですよねうんもう23歳ぐらいでね子供気づくんですよで喧嘩しあの自分には見えないようにあの違う部屋で喧嘩してたりとかあとお母さんとかが隠れて泣いてるのも子供ね気がついてるようんでねあの、まあ、これは最悪のパターンだけどお父さんがねお母さんを 殴ってる音とかもね覚えてる子いっぱいいるの正直な話ただこれをお父さんとお母さんに言わないだけででねしかもね子供ってねすごい敏感でその原因の一つが自分の存在なんだなっていうのをね感じ取っちゃうんだよねあのうまく言語化できてないだけでうん、それはね気づいてしまってるから大きくなるまで待たないで もし我慢しなきゃいけないとかっていうふうに言われたらそれは無視して本当にいいので,で勇気があるいるかもしれないすごいなんかその本当に卒業したいっていうのを行動に起こすのってなんですけれども経済的な自立も含めて相談できる窓口本当にいっぱいあるしお金かからない無料の窓口であの相談を聞いてくれるカウンセラーとか実際そういう時はこうした方がいいよってこうしたあの 申請をしたらあの生活費のヘルプちゃんとね公的なところからお金がいただけるよとかっていうねあの情報やアドバイスくださる方いっぱいいるのでそこはね全力で頼ってもうねあのプライドとかじゃないのこれ本当になんかねしっかりしなきゃじゃなくって100%もうね他人頼りにしていいのねあの周りのヘルプの手をしっかり掴んで話さないことが大事なので。 でね、あの、さっきね、お伝えした、あのー、ララさんの、あの、コメントを聞いて、もしかしてラジオのリスナーの方に、えー、そんなの全然苦労じゃないって、私も頑張ってきたし、私も、あのー、今こんなだけど、全然やれてますっていう人もいるかもしれないんだけど、そう思った人はちょっと聞いてほしいんですね。あのー、人間って、どんなに楽しそうな生活をしてても、 ね、すごい楽しそうに人生を生きてる人でも人間ってそれぞれがそれぞれの地獄を抱えてるんですただそれを表に出せる人と出せない人言えない人と言える人がいるだけで本当にもうあのー、ねあのー、なんて言えばいいのかな、まあ、年齢によっては本当に小学生ぐらいからもうみんなねそれぞれがそれぞれの事情で地獄を抱えてそれを 解決していこうって頑張ってる人もいればもうその地獄とどうにかうまく折り合って毎日を生きてる人もいるので単純にね苦労ってね比較できるものじゃないんですよ。うん、なので本当にあのコメントを聞いてそんなの苦労のうちにも入らないよって思ってる人は。 人人のの地獄はその人しか分かんないいっていうのだけちょっと心に留めてて欲しいですですあのちょっとねこれ小ネタのいつものね内容とちょっと違うけど私はねこの切実な思いを伝えてくださったララさんの気持ちに寄り添いたいので、うん、ちょっと時間を取ってちょっと真面目に話をさせていただきましたし、えー、ララさんは決して一人ではないので是非周りの人周りにあるいろいろなねあの力を借りて。 ララささんのの魂がここれ以上すり減らなないいいいように未来をを築いていってっくください少なくとも、えー、このコメントを聞きました私はララさんの気持ちに寄り添っていきたいララさんがどっちの選択肢を取るにせよ私はララさんを応援するし100%肯定しますのでなので頑張って自分の中で本当にどうしていきたいのかなっていうのをですねちょっと整理してどっちの道をとっても私ララさん応援するからね。 なので安心して、うんその道を進んでいければと思います。ぜひぜひまずはですね人の力借りましょう。そこから始めていきたいと思います。うんうん、私もねそうやって解決してきたこといっぱいあるのでララさんも頑張って解決をしていき。 いただければと思いますということで次のコメントに行きましょう続きましてはラジオネーム太陽がいっぱいありすぎさんですありがとうございますそんないっぱいあるんだタトゥーインみたいだね <laughs> スターボーズオタクでごめんねスターボですねはい卒業したいことがいっぱいありますが、えー、やっぱりコロナから卒業したいああ。うん、うん。このせいでできなかったことがたくさんあります仕事も止まり おおじいいが入院したけどお見舞いにも行けませんもういい加減に今年で収まってほしいということでなんかね私の知ってる範囲でもあの奥様が出産される時に立ち会えなかった方がいたんですね。うんうん、これってやっぱねあの病院とかによってもルールが違うみたいなんですけれども、うん、その私の友人の奥さんが出産された病院は旦那様でも立ち会いができない。 第1子の誕生の瞬間を立ち会えずで病院の中にも入れなかったあ<ー>なのであの近隣の公園の駐車場で <laughs> ずっとスマホが鳴るのを待ってたっていうてい非常にね、まあ、そういうのもありますしご家族が入院しててもね気軽にお見舞いに行けないとかっていうのもね、うん、確かにあるのでやっぱりそういう意味でね家族の絆とかねこのつながりが。 ね、あの自分は薄くしたくないんだけれども薄くせざるを得ない気持ちは絶対つながっているはずなんだけれどもやっぱり物理的に会えない、ね、距離的にも無理とかっていうのがねあると思うのでそう私ね、あのー、この番組をリモートでやってるのも,もうどこが潮時なんだろうっていうのはちょっと私も迷ってる部分あるんですね実は。本当は生放送ののスタジオでやりたいいっていうのも <laughs> あるんですよやっぱりねこうやって池村さんとお話しするのも本当は対面でお話ししたいじゃないですか <laughs>、ね、その方がねあのより深く話伺えたりとか、うんね、あのいろいろ、ね、展開できるお話あると思うんですけれども、はい、なんですけど。うん あのねまあ、あの私もね、あの他に司会の仕事とかをしてて、うんうん、ちょっとね、絶対にコロナにかかれないっていう、この緊迫感がちょっとね,、うんねあの、プレッシャーでもあるんですけれども、うんうん、あるので、もう本当にね、モノレールとか乗るの怖いんですよ、正直。分かります、分かります。 あのね、でも利用しないわけにもいかないので <laughs> もうすんごい緊張しながら、まあ、やれる手段って決まってるじゃないですか <laughs>、はい、自己防衛の手段って。<laughs> ね、なんですけれどもやっぱり、ね、精神的なプレッシャーというのが結構強いので、うん、私の中でもコロナの収束はまだ、あま、ていうのは無理だとしても、まあ、ワクチンが自分も含めて接種ができた頃合いぐらいから。うん うん、もうサテライトスタジオで生放送はしたいなっていうことなので、うん、一応でもね今年の夏までぐらいはあの一般のねあの人は接種大人は無理だろうなって思ってるので,、うんでね、とりあえず今のところ暫定で7月ぐらいまではリモート続けるっていうのは、うん、もう決めてはいます。でそっから先の展開はねあのどれだけワクチンが行き渡るかによって変わってくると思うんですけれども。うんうんうん 本当はね生放送スタジオでやりたいですよね。横でツッコミがいけますからね。こうねえ本当それね本当そういうノリでいきたいんですけれども <laughs> なかなかやれてないのがねちょっと寂しいなと思ってます、うん、もうだってリモートの生放送がもう1年経ちましたもん。昨年の今頃がちょうど3月ぐらいからリモート始めたと思うのでなのでちょっとねあのこれは状況を見て。 生放送サテライトスタジオに戻るかどうか本当にコロナの収束私ね心待ちにしておりますもう皆さんそうだと思います続きましていきましょうラジオネーム、はい、オレンジさんですありがとうございます金欠と,と卒業したいです <laughs> これは毎年思ってますバイト代はすべて推しのアイドルのために使います生命線のネット通信代をギリで確保しながら生きております 来年就職できるのか不安がつきませんが就職できてもお給料を推しに使い込むんだろうと思っていますいつか宝くじが当たりますようにということででもね、あのー、今ねこのご時世ね推しがいるだけで心の安らぎっていう方いっぱいいらっしゃると思うので、ね、う大事だと思います、ね、推しは大事ですよね。 あのー、メンタルヘルスとしての推しの存在ってすごい大きいですからね。本当にねだからあの在宅しながらでも推せる何かがあるってすごいですよね。これがが趣味がスポーツの方って多分、うん すっごい外に出たりとか、うん、あと団体競技やってらっしゃる方とかってすごいスストレスだともうんですよ、まあ、どうしようもないですからね。実質ねやれてないっていう方もいますので、うん、ってなるとやっぱり、ね、推しの存在大事なのででもねなんかね推しがいるおかげでその経済的に頑張らなきゃ、うん、仕事しなきゃとかあとお金の使い方を計画的にできるようになったっていうリスナーさんもいるんですよ。 あのコロナじゃない時なんですけれども推しの遠征に何月どれだけ使うからうん、うん、今月何万円節約してで来月何万円節約してあの夏のイベントに。 行くとかっていうね<ー>ちゃんとしたお給料の使い方をね計画、まあ、使い道が推しだっていうだけで生活費の割り振りをねちゃんとできるようになったっていうリスナーさんもいらっしゃったのでそういう意味でもね推し,推しを通して学ぶ生活費の使い道とかね <laughs> このワークライフバランスといえばいいのか <laughs> そういうのってあると思うんですけれども池村さんは卒業したいことって何かありますか あの僕すごい謝り癖があるんで何でもかんでもんかあの謝れなくていい例えばなんだっけあのあボールペン落ちましたよとかあすいませんって言っちゃうんだ、うん、ありがとうございますってもらえばいいんですけどねって。う ついもう最初に条件反射みたいに脊髄反射みたいに口から出ちゃうのってすいませんの方が先ですかもうですいませんが太宰治のように出ますもう本当ねもう,も,うも,うそもう生きててごめんなさいみたいな感じになっちゃうんです何もかもすいません、ね、<laughs> これ卒業したいな私ね実は二十歳ぐらいの時まで同じだったんです謝り癖があって、えー、褒められても何かあのいいことをされても、うん、お礼を言われてもすいません。<laughs> って言っちゃうんです、ね、それ,ですそれですであの私その時にラジオ局の先輩のアナウンサーさんに「そういう時はありがとうって言うんだよ」っておっしゃっていただいてでまだ二十歳でね本当に社会のことも何も知らなかった私は。 え「ありがとう」って言葉でいいんだと思ったんですけれどもでもすごい信頼してるもう本当に親身になっていろいろ教えてくださってた先輩だったのでこれはちょっと変えようと思ってもうとりあえず何かしていただいたりとか何かやあの声かけていただいた時は全部「ありがとうございます」で返すっていうふうにして無理やり 自分を修正したんですね。上書きしたんですね。もう選択肢はありがとうございますしかない状態に自分でしたんですよ。<laughs> か確かに何でもかでもすいませんよりもありがとうなのが絶対にありがとうございます、うん、ねもう広何かしていただいたらまあありがとうございますの方が当然なんですけれどももう本当にあの注意していただいたときもすいませんじゃなくてまずありがとうございます <laughs> 注意していただいたことに感謝をして確かに確かにそこから話っていうところで、うん、で。うん でもあの、ありがとうございますが、本当に口からもう瞬時に出るようになった後に、もう一つ便利な言葉見つけたんですね。うんうん、それが、恐れ入りますなんです。<う>恐れ入りますは、<う>結構便利な言葉なんですよ。怒られた時も、注意された時も、<あ>何かしていた、とにかく誰かに何かを言われた時に、 ありがとうございますって言っていいのか結構微妙だなっていう揺らぎの幅の中に恐れ入りますは使えるんです。幅広い。そうそう、恐れ入りますはね万能です。単語として。もちろん、ありがとうございますって返せる場面はありがとうございますんですけど、一瞬、え、これってなった時に選択肢としてありがとうございます以外にもう一択あるとしたら恐れ入りますと使うと、 例えばねすごい目上の方から何かねうん、うん、お言葉いただいた時にも失礼にならず真摯に受け止めてる姿勢を確かにそのままこの短いセンテンスで伝えられるというので。おーしかし全然失失礼礼じじゃゃなないいいっていう失礼じゃないですねでまあ「恐れいります」の後に「あやっぱりこれありがとうございます」の言葉だったなと思ったら、うん、その後に付け加えて「恐れいります」「ありがとうございます」って伝えればいいだけなので「<あ>恐れいります」と「ありがとうございます」を。 皆さんぜひ活用してこの春から社会にデビューする学生さんたちもこれ2つ覚えておけばあこの人ちゃんとしてる実質的にはどうか分かんないけど言葉の会話としてはちゃんとしてる人風に。 なるので、うん、これ便利な言葉です確かに,確かにちょっと国際通りで T シャツ作ってきます恐れ入ります恐れ入りま,ます T, を <laughs> T シ<ャ> <laughs> めっちゃこれ便利な言葉なんでいい、ね、何か言われた時に即座に反応しなきゃいけない時は、うん、もうありがとうございます恐れ入りますの二択だけで社会人としてはうまく立ち回れると思いますので確かにすごくちゃんとした人に見える ちゃんとした人に見えるでしょう。うん、私もね、これでね、世間に向けて偽装してるんですよ。ちゃんとしてるっぽい,い,いちゃんとしてます。いや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 、もうもうね、私ね、割とね、雑に人生生きてきてね、これまでどうにか死なないで住んでるだけの人間なので。<laughs> 僕はまだ人間にもなえていないのでちょっと。いやいや、そんなとんでもない。うもう、ね、もうあのね、もうね、学生さんにね、教えられる教鞭をね、取れるっていうだけでもね、えー、私からしらすごい方なんですよ。いや、でも本当にね、便利な言葉なんで、うんうん、これね、ちょっと心の中に。 特区しておくだけでいいんじゃないかなって思うので、もしこの次にね。私ね、あの池村さんにあのリモートだろうとリアルの飲み会だろうとお会いしたときにあのー、すいません。って言ったら私ね。割り箸でペシッっておでこを。違う って言いますからね恐れ入りますだろう恐 <laughs> <laughs> 恐れ入ります <laughs>、ね、恐れ入入りりまますとありがとうございますだろうってね私ね言うかもしれないのでいよろししくお願いします次,次にお会いする時までになるだけ上書きして,きしてありがとうございますと恐れ入りますをが口からスッて出るようになっていただければと思っております。そう明るくなるし誰にとっても気分を害さないうん、うん、万能。 万能なな言葉なので、うん。しかもね何て言えばいいのかなこうああのねあのね、間違った受け取られ方をしないんですよこれは少なくとも。 そうですね、何か考えて返すよりもまず最初にこれ出しておいた方が大正解ですということで「エイミー心の灯し火」のコーナーでしたみたいななんかできた新コーナーなんかできた,できた <laughs> 私の人生君を、ね、偉そうに伝えるコーナーが一つできましたけれど次回も楽しみにしております。はいぜぜひぜひということで、えー、残りもコメントございますので、えー、いきたいと思います、はいえー、ラジオネームるんちゃんです。 大学生の時に付き合った彼氏との思い出と卒業したい元彼の思い出ですねなるほどねもういい加減美化しすぎてるのも分かるし引きずってるのも自覚してますでも比べてしまうんです友達からは「早く新しい彼氏見つけろよ」と言われるけど元彼よりかっこいいとは思えない「うわ <laughs> 早くしないと、えー、結婚のチャンスを逃してしまいそう人」とにかく今年は思い出と早く卒業したい。 新しい恋ができますようにということですけれどもうん、うん、大丈夫大丈夫だよあのね元彼の思い出がどんなに美化されてても次の誰かと恋に落ちた瞬間に、うん、あのねドラキュラが灰になるみたいにファーって消えてなくなるから <laughs> <laughs> 風,に風にね流されるからそれファーって。<laughs> なので逆に言うとあなたの運命の人はあの元彼との思い出を灰にして瞬時で消え去るだけのパワーを持つ人があなたの次の新しいね恋のお相手だと思うのよ。無理して忘れなくてもいいよ。辛い思い出だったら忘れた方がいいと思うけどイケメンだった彼氏とのイケメンだったなとかねああの彼氏優しかったなとかっていういい思い出は持ってていいと思うんですよね。わざわざ忘れる必要ないですよね。 であのそれを上書きしてくれるあのすごいねあの輝くばかりに眩しい誰かを見つけたら <laughs> その瞬間に元彼のことなんかファッて忘れちゃうから本当に <laughs> そんな焦んなくて、ね、無理に忘れなきゃとかって思わなくても大丈夫だよということで <laughs>、はい、では続きましていきましょうこちらラジオネームスカハラさんですありがとうございます,います僕は一度気に入ったものがあるとずっとそればかりになります 朝同じパンを何年も食べ続けたり同じ曲ばっかりリピートで聴き続けたり同じ漫画ばっかり読んでます。飽きるまで数ヶ月数年同じものばかりになったりその間他にもおいしいパンとか面白い曲とか面白い漫画もあったはずなのにそれを見る機会を常に失い気がつけば今面白いものが全然わからないということになっていいますいこういう一点集中が立っっててて損してるなって思います。 いい加減卒業してもっと見聞広めなきゃいけないなと思っていますということですが、うん、私ねもうここ10年朝食べるもの何も変えてません。私もねととこういういタイプなの気に入っっったらずっとそればかであの晩ご飯とか自分で作るメニューもハマったら週に2回ぐらいをずーっと1か月続けたりとか普通にするので。<laughs> それで、ね、問題ないんだったらそれでよくないって感じなんですけどねうんうん、うん、なんかもの作る人ってそっち系が多い気がしてそうそうクリエイターの人って割とそうですよね。僕ずっっとともう30年ぐらいいビーーズと TM ネットワークばっか聞いてますけどあわかります私もね高校生の頃からずっと TM ネットワーク聞いてるので <laughs> もうね TM ネットワークに人生を制覇されてもうそんな久しいんですけれどもそう<じ>ないいと思いますよ。 ね、別に無理やりねいろんなもの聞かなきゃっていうわけでもないし、うん、ただそれで損してるなって自分で思うんだったらちょっと意識して今日だけ変えるとかね変えるのがストレスになる人もいるじゃないですか。うん,うん、うん だから無理して聞かないでもいいけど今日だけちょっとなんかねいろいろあの売れてるチャートとかみんなに人気のチャートの曲を聞いてみるとかうん、うん、今日だけコンビニに行っていつもじゃないものを買ってみるとかうん、うん、ちょっとチャレンジの日を週1とかねあの月何回かとかっていう,うん、うん、そういうのでやってみればいいと思うんですよ。でそれでもやっぱりいつものの方がストレスも感じないしうん、うん、いいなと思うんだったら続けてもいいと思うし、うん、そこでまた新しい発見があればね うんうん、そうそうあの面白い漫画とかもじゃあ今日はちょっとねあの書店行って平積みのコーナー見て <laughs> 気になったのちょっと一冊買ってみるかとかっていうね、うん、そういうチャレンジの日を月に1回とか設けてやれば いいんじゃないかな。そこでまた変わるんであれば変わるでしょうし、うんうん、変わらないのであれば、あ、自分はこういう人間なんだなって。それで損するわけじゃないと思うんですよね。うん、逆にずっと同じことをできるのって、すげえ才能だと思うんで。そうそう。そね、集中力があるってすごいと思いますよね。うん。それはすごいいいことだと、ね。だそ,うそう、それはそれで一つのあなたの才能だと思いますよ。うん、続きましていきましょう。うん、こちらラジオネームムルキャンさんです。ありがとうございます。 卒業したいことは夜の十二時過ぎてからのおやつタイムです <laughs> 大して空腹でもないのに食べてしまいますもう習慣になってるんだやばいと思いつつこの習慣が定着しちゃってジーンズのサイズアウトが目前ここで卒業しないとマジでやばいはい続きましてもういきましょうこちら、うん、ラジオネームりかこさんですありがとうございます、うん、これは一人暮らしあるあるかもですが、うん、トイレの扉を閉めない癖がついてますあー 会社とかではまだ大丈夫なんですが、友達の家とか自宅に行ったときに、トイレのドアを閉めないままでびっくりされたことがあります。やばい。なんとかしてこの癖を卒業して、普通にどこでも安心してトイレできるようにしたいです。でもこれって、家にワンちゃんとか、にゃんこがいる人って、っ開けてません私は開けてま僕も開けてます。 あのね、あのー、うちの猫ちゃんが、あのー、元気だった時は、もう本当普通に開ける習慣の方が長かったんで、うんうん、あのー、猫ちゃんが虹の橋を渡ってしまって、こっちか、こっちで、ようやく、あ、私開ける人だったんだって気づいたの。それまで当たり前だったから、<laughs> で最近は閉めるようになったんですけど、いや、もちろん外では閉めてますよ、うん、<私>もちろん。もう閉めてますけれども、 自宅では開ける方が当たり前だったしトイレの扉を誰も使ってない状態の時でも全開にするのが普通だったのねトイレの蓋は閉めてたけどうん、うん、ね猫ちゃんがトイレの水ん飲んじゃうからね <laughs>、うんうん、なんですけどあの開けてる習慣の方が長かったので、うん、いやこれねあのもちろん友達の家で全開とか確かにやばいんで, <laughs> で、ね、これは改善した方がもちろんいいと思うんですけれどもなんかねもう皆さんからいろいろ卒業したいこと あのいただきましたけれども人に話してみると実際に本当にこれ、うん、卒業しなきゃいけないことなのかいやただ単にこれで、ね、自分の本当に普通に生き方として普通なんだなっていうところもあったと思うので、うんうん、皆さんに、ね、これを機会に友達とかにもこの話してみてやっぱりどうした方がいいかなっていうのはね客観的に。 見てみてみいいただければと思います、うん、ちなみにですね次回は、えー、季節に1回の特納 BL 特集のコーナー,がーございますのでアンケートは再来月になります再来月5月12日の、えー、夜七時からの「小ネタ超特急」のアンケートテーマは「母の日」にちなみまして「僕の私のおかんエピソード」をいただきます。<laughs> こちらブログの方に募集の枠をアップしますのでぜひぜひ皆様ご投稿くださいということで小ネタ超特急俺の話のコーナーでしたザランザラン今日から実践小ネタ超特急 FM な78で0メガヘルあなたの夢を叶えるラジオ エミの小ネタ超特急リモート玉放送でおお届けしておりますさてここからエンディングまではゲームプランナーの池村さんにおお話いいいいいろろ伺いしたいと思います、はい、まあアンケートコーナーでもあった卒業ということですけれどもうん、うん、池村さんはその学校でね教壇にお立ちになっているので、はい、毎年春になると生徒を見送り、うん、また新たな生徒を迎えるという立場だと思うんですけれども。はい 池村さんの担当されている生徒さんの卒業式はいつでした。脇のあ,ってあ昨日だったんですね。なんか生徒を見送る先生の気持ちってどんななんですかね？なんかこれが <laughs> 例えば中学校とか高校の先生と、また専門的なね <laughs>、うん、ことを学ぶ学校の先生だとちょっと考え方も違うと思うんですけど。うんうん そうですね。うんまあ、ね特に、ね、あの池村さんが教えてらっしゃるの,そのゲームプランニングの話だったりとかっていうのがあると思うんですけれども、はいはい、やっぱりあれですね、生徒さんたちがその沖縄から外に出ていく生徒さんとかっていうのも結構割合としてはいらっしゃるんですよね。うそうですねね、うん、ってななるとなんか、ね、お前本当に 一人暮らしで東京でやっていけるのかよみたいな、うん、不安もちょっと、ね、<laughs> 生徒さんによっては感じるところもあると思いますけど今年は卒業式はコロナだけど一応リアルで開催はあったんですか その会場に行って僕らは全部外であ<ー>リモートでというかあの密にならないようにうあまあ、ね、それは本当に大事ですよね、うん、でもまあねあのご本人とご家族一人は参加できたっていうことですよね、うんうん、そうですねやっぱ区切りというか節目なんでこういうのはあった方がいいんだろうなっていう、うんうんね、常にこう見送り、うん、そしてまた新たに迎え入れるっていう立場っていうのに私立ったことがないので。うん うんなんかね、まあ、頑張れよとかやっぱそういう気持ちの方が先なんでしょうけれどもうんやっぱ見送るっていうのってなんか特別にね感慨深いものがやっぱり1年間関わって1年あな関わってきた生徒さんとかだと <laughs> やっぱそういう気持ちになっちゃうんだろうなってそうですね。こんな毎年 卒業式があるっていう状況が不思議だなって改めて思ったりして <laughs> <laughs> そうですよね自分は常にね <laughs> あの見送られる側のスタンスしか経験がないわけですから見送る側ってこんななんだっていうやっぱすごいこう勉強勉強じゃないですけどうんでもねなんかそういうのを含めてやっぱりね卒業式って、ね、先生にとってもやっぱ一区切り。 何かが終わり何かが始まるっていうあれなんだろうなってああもう池村さんにいっぱい話聞きたかったのにもう残り時間が2日となってしまいました <laughs> 早口早口 <laughs> めっちゃ早くでいきましたけれども小ネタ長時早くもお別れの時間でございます、えー、次回はですね、えー、5月12日、えー、あじゃないや、えー、4月ですね <laughs> 5月12日は再来月ですね4月の第2水曜日となっております、うん、え得、ー、の BL 会となっておりますので皆様お楽しみになさっててください、えー、ということで、えー、本日はゲームプランナーの池村雅也さんに、えー、ゲストとして参加をいただきましたぜひですねまた次の機会はいご視聴いただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたしますぜひぜひ楽しみにしております、はい、ということでこネたちょう特急お届けしたのは エイミーと池村でした。それでは皆さんさようなら。せめてありがとうございますありがとうございます。もっと話聞きたかったよ。<laughs> いつも時間が足りないよ。せまだじゃあぜひ。<laughs> はい。セ